ある子の、まあ、結構大事なポイントとしては世界基準のポーターフィルターがお家でも使えるっていうのが結構画期的だなっていうふうに思っていて、でこれをこう上げることでお湯が中に入っていくような仕組みになってます、うん、綺麗ですね。はい、工場の人たちに一番強みなんですかっていうお話をしたら、もうやっぱ車に轢かれても壊れないっていう、はい、皆さん今週はクラスの予想です、今日は、ソルスコーヒーと喫茶コの代表されている新井さんにお越しいただいて、今開発されているこのアルコのマニュアルエスプレッソのコーヒーメーカーを紹介していただきたいと思います。新井さんとソルスコーヒーの紹介と、まあ、喫茶コを、作られた背景、そしてその後にアルコの実演もしていただきますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただいてください。早速なんですけれども、はい、新井さんと、まあ、ソルスコーヒーのちょっと紹介をビワの皆さんにしていただいてよろしいですか。私たちは東京下町発信のコーヒーショップというふうには伝えております。スペシャルティーコーヒー専門店で自家焙煎もしていて、私の父が東京の下町で鉄工場をずっと、まあ、2代営んでいたんですけども、私もともとその設計をやっていて、でそのいずれ父の会社を継ぎたいなと思って、図面とかかけたりとか営業できた方が会社を継ぐのに必要かなと思って勉強してたんですけど、まあ、実際、そういう資格を取ろうとしている時に女には後を継がせないというふうに言われて、そんなことあると思って、でその後に、まあ、リーマンショックで泣いてもう取り消しになって、第一希望だったので、まあ、やだなと思って、でコーヒー屋を始めて、2009年から車の移動販売から始めていて、今年で15周年のコーヒーショップです。2023年の9月にあった SCAJ で、ローンチしたのが喫茶コプロジェクト、金属製の日本のものづくりをこれからやっていくっていうこと で第一弾の商品としてアルコエスプレッソ、マニュアルエスプレッソのコーヒーを入れられる器具を開発しました。喫茶コはもう焙煎機も、ね、同時に開発されてるんですよね。そう、焙煎機喫茶コのプロジェクト自体の背景っていうのは どういったところからその立ち上がったんですか。喫茶コプロジェクトは、まあ、2021年にコロナが流行り始めて、夏頃に私の父が突然コロナにかかって、まあ、急性してしまいました。やっぱそこの父が亡くなった時に、まあ、相続をしないっていう選択肢もあったんですけど、やっぱ会社とこう揉まれた家ではないんですけども、その父と一緒に、まあ、設計勉強しながら新しく作り直した家だったので、すごく愛着もあって、なんかそれを手放すっていうことがその時にできなくて、もうだったら自分で父のその日本のものづくりや世界に誇れるって、もう本当に小さい時から毎日のように聞いていたので、なんか私だったらそれが実現できるんじゃないかっていうふうにすごく思って、で、まあ、あとは日本製のものづくりをしてコーヒー器具を開発して世界に発信しているものが本当に今ないなっていうのをすごく自分がコーヒーやりながら思っていて、でも世界からすごくいい商品がどんどん出てきて、日本製がこのまま廃れてしまっていいのかなとか、コーヒー屋としてこれから進んでいく上で自分たちのポリシーとかスタイルとかルーツとかをどう表現していったらいいか、コーヒー屋としてどういうふうに差別化するかって思った時に、やっぱ自分たちはものづくり、日本製のものづくりっていうことで、まあ、発信していくっていうのが結構強みになるんじゃないかっていうふうに思って、プロジェクトをやろうって思って最初焙煎機を、まあ、父とずっとなんか鉄工場がやってる焙煎機屋さんって日本すごく多くて、で、まあ、父に焙煎機とか作ってみようよっていう話をすると、あ、もうそんなのは鮫島エドぜっていつも言われてて、そんな簡単にできるかなみたいな。でも結構構造はまあ確かに簡単かなってまあ当時は思っていて、じゃあやろうよみたいな。どのタイミングなんですか。その最初やろうとしたタイミングっていうか。いや、それはでも結構前ですね。2015年ぐらいに、私たち浅草橋のロースタリー店をオープンしてるんですけども、その時にアフターバーナーをつけてもらったのが、それこそ下町の鉄工所の方で、なんかその人になんか結構インタビューして、あ、もう意外といけるなっておっしゃってて、でも今はもう全くそんなに単純な機械じゃない、もう本当にドラムがちゃんと信用を持ってちゃんと回ることとか、こう
まんべんなく日がちゃんと当たることとか、もう本当になんか全部ちゃんと考えられてできてるんですけど、当時はねすごい軽い気持ちで考えていて、できそうだなっていうところから、まあ、先に言っちゃうんですよ。私スタンダードも配信機作りますよ先に言っちゃったりとか、まあ、そうやってこう自分をこう追い詰めていって、まあ、こう行動に移していくっていうタイプなんですけど、それが始まりです。でこのマニュアルエスプレッソメーカーは、はい、その中でどのタイミングでこれをやっていこうってなったんですか？そうですね、2021年にそう休戦して、でその後年明けぐらいに、まあ、正式にこう名義上私がそっちの会社の社長にもなって、で、まあ、そっちはもう職人さん結構高齢化してたので、まあ、解散してもらって工場もなくして、でそこからずっとその一緒に作ってくれる職人さんをまずは関東から探していたりとか、福岡のウェーバーワークスさんに会いに行って、うん、一緒に何かアイディアいただいたりとか、何か作ったりできませんかとかお話ししたり、でも結構皆さんもなんか、いやそんな簡単じゃないよとか、いやそんな新しいもの作るのすごい大変だからとか、なんかウェーバーワークスさんのダグラさんにはもう2021年の12月に会いに行ってるんですけど、もう大好きで日本に引っ越してきたけど、やっぱもう日本のものづくりをしてる人たちはやっぱりそのコミュニケーションが取りづらい、クオリティ高いって言うけど新しいわけではない、やっぱり世界の基準からはすごくちょっと乗り遅れているから、もう日本人とやらない、もうはっきり最初に言われて、もうその時にすごい衝撃で、いやでも私が思っているこういう焙煎機とかこういうエスプレッソみたいな話したんですけど、それってもすごい固定概念の塊だから、そういう人とはできない感じにはっきり言ってもらって、うん、もうすごいもう悔しいみたいな、もう絶対絶対やりますみたいな感じで言って、うん、その後一緒に柿小屋行って、うん、もうこれからも連絡取るんでよろしくお願いしますって言って、次に会ったのがポートランドなんですけど、その2年、2023年だから2年後の4月にだいたいできるところまで来て、でエヴァさんのポーターフィルター使えるエスプレッソメーカーできましたこれ使ってプロモーションしていいですか、ポートロンいいよって言ってもらって、でもその一緒に作ってくれる人たちを探し始めたのは結構苦戦しました。蔵前っていうエリアで私たちはコーヒー屋やってるんですけども、まあ、近くのものづくりされてる方とかプロダクト作ったりとか、もう本当になんかもう全ての人に声をかけて、日本でものづくりしてる作家さんとか会いに行って、本当に燕三条に行き着くまでも1年ぐらいかかってますし、最初燕三条も商工会議所とかも行って、うちは鋳造とかやらないから無理ですって、もう商工会議所で断られたりとか、それこそ包丁屋さんの忠房さんっていう方にお会いできて、あそういう面白いことやってくれる若い子すごい喜ぶチームがあるよっていうところから、もうつないでもらってやっと会えた人たちが、まあ、そのドーツさんっていう今一緒に作ってる、まあ、チームの方たちで、もう会えるまではもう本当にどうにもならない、その企画書だけを持って本当に日本全国を暗記してるような感じでした。新井さんしかできなかったんじゃないですか、このコーヒー業界の中でこれを日本の今のコーヒー業界の中でこれをここまで持ってくるのって。いやでもなんか言っちゃったから諦めたらめっちゃかっこ悪いなと思って、でもやっぱスタッフたちにも私の時間をこうね使いたい、でそのお店の方の仕事は後回しにさせてもらったりしてるし、まあ、結構お店でこうお客さんとかにも常に何かいい職人さんいませんかとか言ってて、でも逆になんか悔しくなってきちゃって、うん、このままその父はそう言ってたけど本当に日本ものづくりみんなしようとしてないじゃんとか、うん、すごくなんかこう歯がゆかったですし、このまま事業継承ができなくて滅んでいくのはコーヒー農園だけじゃないじゃんって、すごくもうリアルに自分たちはそのためにスペシャルティコーヒーをこう大事に輸入して、でこうどれだけ農園の農家の人たちの思いをちゃんとカップに届けるかお客様に届けるかっていうことをこんなに一生懸命やってるのに、目の前の日本のその私がルーツとして持ってるものづくりの人たちが終わっていくのをもうほっとけないし、これで誰かが動き出さなかったら、自分は海外に行きたいと思ってずっとやってきたけど海外に行く、まあ、切符もなくなってしまいますし、
でもやってないからチャンスはあるはずだっていうなんか希望だけは持ってやってます、うんうん、今も、うん、はい。でもう最終的にここまで来て 今の心境的にはどうなんですか。本当これで正解でいいのかまあ本当に最初の1号機としてはかなり満足して、はい、いるところにまで持ってこれたなっていうふうに本当に自信を持っているんですけど、これで完成よしお披露目っていう時はもうなんか本当に大丈夫かなみたいな、それがどういう反応もらえるのか全くわからないですし、なんかこう理解してもらえるのかとか、日本製のプロダクトがやっぱ実際持っていかないと海外の人たちの反応もわからないということで、 SCAJ の後最初に持っていったのはメルボルンだったりとか、やっぱりそれをこういろんな人たちのフィードバックを聞きながら自分たちの自信にもなってますし、これでよかったんだっていう風になっていってでブランディングしたり、まあ、そういうビジュアルを作ったりとかしてちゃんとその整合性を取っていったっていうようなのが今ですね、うんうんはい、アルコは名前自体はどこから来てるんですか。アルコはこう円弧を、まあ、モチーフにデザインをしてるので全部丸で作られてるんですよ、うん、でその円弧とあとアメリカのアーキテクチャーとエコロジーを掛け集めた掛け合わせた街があるんですよ。でそこで鉄でとか銅でこう鐘を作ったりとかっていうエリアがあるんですけど、10代だったのかな、うちの主人が、まあ、中島くんがそこに行ってすごく感動をしていて、ソルズコーヒーのコンセプトの最近の部分とかにすごく影響をもたらせている考えになっていて、で私がアーキテクチャをやっていて彼はアートをやっていて、なかなかこう融合しないんですけど、うん、そこが融合した時にやっぱすごく強い、うん、でそれでさらに今エコロジーとかそういうエシカルとかそういう部分が回って、でアルコってそう普通だとアークっていうだけなんですけども、まあ、そこがアーコロジーからアルコになりました。じゃあもう実際そのアルコ の商品特徴っていうところから、説明していただいてもよろしいですか。そうですね、はい、これがアルコです、はい、アルコはほぼアルミでできています。素敵なあのマニュアルエスプレッソって他にもいろんな国にあるんですけども、一番金属を多用しているエスプレッソメーカーだと思います。やっぱりこう重さもしっかり 3.3 キロありますし、やっぱ金属製のものづくりをしたいっていうのがまあ根底にあるので、そこはこうふんだんに使いたいと思っています。やっぱりそのコンセプトとしても、あの使っていきながらあの手に馴染むというか育てられる道具を作りたいっていうのが、まあ、私たちの喫茶コプロジェクトのコンセプトの根幹にあるので、金属がたくさんあっていい意味で経年変化していってほしいなと思って、うん、そういう風にしています。でそうですね、電気は使わないで、本当にお湯何度がいいんですかっていうのも、うん、もう本当に考え方がいっぱいあって、まあ、お豆によってたりとかメッシュの粒度によって変えてたんですけども、95度ぐらいのお湯を、まあ、中に入れてこうポンプが上下することで、うん、まあ、密閉空間を作るような感じのすごいシンプルな構造です。で私たち のこのアルコの、まあ、結構大事なポイントとしては、こういう世界基準の 58mm、58.5mm のポーターフィルターがお家でも使えるっていうのが結構画期的だなっていうふうに思っていて、やっぱりその家庭用のエスプレッソメーカーマシンとかは、まあ、その口径が狭い方が圧がかかりやすいので、結構 51mm とか 53mm の、 あのポーターフィルターのサイズを純正で作ってるところが多いんですけど、私たちはまあそこはこう頑張って、力はやっぱりかからないって言ったら嘘になるんですけども、なるべくかからないような形を取り入れながらも、その世界基準のポーターフィルターを使えるようなものにしたいなと思って、そこはあの妥協しないで使えるようにしました、うん、でお豆を入れてポーターフィルターを設置して、うん、でお湯を抽出してレバーを上げることで中にお湯が入っていって、で圧をかけていくという感じですね。でまあ、あのいろんな方法で圧力も測っていて、吸気圧出せることもあります、うん、ただその吸気圧を出すっていうことだけが、まあ、なんか今のエスプレッソだったりコーヒーを楽しむ上で、それがまあ一概に成功というよりは、
サラサラしたようなターボショットに近いような抽出をしていくことで、まあ、見えてくるフレーバーだったりとか、うん、焙煎をしてからこう味の変化を見ていったりですとか、うん、なんかそれもすごく楽しみの一つなんじゃないかなっていうふうに思ってやっています。じゃあその思いの詰まったこのアルコールを実際ぜひちょっと実演していただきたいんですけれども、はい、はい、じゃあもう朝起きたっていう設定でいきますね、うん、はいはい、まずあのやっぱり金属なので結構冷えています、うんうんうん、やっぱりこう温度が低いと抽出液が低くなってしまうので本体を温めます。はい、はい、結構まあこれはなんかなるべく時間があればまあ温めていいんですけど、うんうんうん、割と温まってきますね。そうですね、はい、余裕、まあ、熱くなるぐらいにはならないですよね。そうですね、でも全然ほんのりって感じですね、はい、これ 2,3 回やってもらうのがまあ一番いいんですけど、うんうんうん、まあちょっと、はい、抽出しますね、はい、はい、でまあ、今ポーターフィルターが入ってないのでそのままジャッと落ちてます、はいはい、で今日はクラウドファンディングで返礼品に使わせてもらったペサドの LM タイプっていう 58.5mm のポーターフィルターを使って抽出します。はい、これあのバリアで、あ、そうですね、はい、バリアで、あと4ぐらいの引き目で、そうですね、入れています、入れています。僕たちのハウスブレンド、はい、こう家でこの何ていうんですか、ポーターフィルターでこうタンピングする、ディストリビューションできるっていうのが結構なかなかできない。うん、多分それするためにはそのリネアのミニとかないといけないっていうのがない、それが楽しめるっていうのが私は楽しみだなって思って作っていました、うん、はい、で、はめます。でここが結構こうなんていうんですか、うん、へこんでいるので、うんうん、しっかりここをこうはめていただくのが結構大事ですね、うんうんうん、はい、で今私は 100cc を推奨しています。やっぱりお湯が多い方がなんか湯気が溜まりやすいの で今あのプロトタイプなんですけども、まあ、あの実際皆さんにお届けできる時にはこの軸のところに、まあ、あの目安 あのメモリを入れていこうと思っています、うん、結構クラスさんたちは低め あの湯量でいけた、その方が安定したっていうお声もいただいたりしています、うん、でこれをこう上げることでお湯が中に入っていくような仕組みになってます、うん、でこう全部落ちきったなと思ったらちょっと下げることで密閉空間ができて今湯気が溜まっているような感じですね、うんうん、でだいたい10秒20秒ぐらい蒸らします。はい、出ます。綺麗ですね、はい、でちょっと上げると止まります。はい、もうちょっとメッシュが細かいともっとこう1本に入れてとろっとしたエスプレッソになります、うんうん、これなんかターボショットとクラシックエスプレッソの間ぐらいの今メッシュになってると思います、うん、できました。ちょっと飲んでいいですか。ぜひすいません、ね、冷えてますもんね。そうそうそう、確かに、うん、おいしい。結構クラスさんのイベントで、うん、本当になんかこうめがけて来てくださった方も、うん、クラスさんにたまたま来て、もう常連さんの方たちも皆さん召し上がっていただいて、うん、すごく評判が良かったっていうふうには言っていただいてます、うんうんうん、でこの後にもう中にお湯が入っているのでもう一回出していただく、なんかマニュアルエスプレッソはみんなこういうものらしいですよ、うん、なんか結構これが嫌だなと思っていたんですけど、この後にあのエスプレッソケーキを捨てるときにこの工程をすることでとってもスカッと
落ちるなというか、ちょっと聞こえます、泡が出たり、このした時に、はい、このようにちゃんと水が取れてます、うん、このようにいい、ね、そう気持ちいい気持ちいい、エスプレッソ落ちました、以上です、ありがとうございますありがとうございます、はい、でこのもう終了した後は、うん、しまうまではどういう感じですか、これがもうやっぱ中が、うん、もうなんだろう、お湯しか通ってないので、うんうん、で今9月からもうこの、シルバーと黒をずっと使い続けていて、うん、今800杯から900杯ぐらい多分、うんうん、全部で入れてると思うんですけども、今のところその消耗するような、うん、まあ、パッキンとか、はい、シリコン部分とかが、まあ、破損したりとか消耗してるっていうところはなくて、今1ヶ月に1回ぐらい出して、まあ、チェックしたりしてるんですけど特にないですし、まあ、今こうちょっとねカルキっぽいなんか跡が出てきたりしてるんですけども、うんうん、それもお湯にちょっとお酢を入れたりとか、うんまあ、それこそリンダとか入れていただいて、まあ、ちょっとつけてお湯を通せば大体クリアになるんじゃないかなっていうふうに思っています。うん、なんでまあお家で使うとしたら、まあ、本当1日に3杯を1年間毎日使ってもらっても、うん、今のところ破損するようなところはないっぽいっていうのが、うん、まあ、その最初のプロトタイプでは今のところ言えるかなっていうふうに思っていますし、まあ、何よりもその工場の人たちに一番強みなんですかっていうお話をしたら、まあ、やっぱ車に引かれても壊れないっていう、はい、めっちゃパワーワードをいただいてるんですけど、すごいですね、100分の1ミリの精度でやっぱりこうズレがないかとか、うん、そういうこう細かい定規を使って、まあ、製品作られてるので、まあ、それをこう証明するためにクラウドファンディングというか最初のロットに関しては10年保証私たちもつけようっていう風な思いでやっていますし、すごいですね、10年保証多分それぐらい自信があるって、もう工場の人たちが言ってくれるっていうのは頼もしいし、すごく日本っぽいなんかプロモーションだなと思ってやってます、はい、だからもちろん ご自宅用でもご自宅用として使えるし、うん、はい、ね、だけどまあこういったようなセットアップの中でも、うん、使えるっていうところっていうことです、ね、なんかすごいですね、その両方ができるっていうところが、うん、そうですね、うん、本当に一般の方はよりお宅にもどんどん沼にはまれますし、うんうん、まあお店の人たちがプロ仕様としてもかなりちゃんと精度の高いものが出していけるんじゃないかなっていうふうに思っていますし、結構その練習とか、うん、研修とかっていう中でちゃんとタンピングできてるか、うん、その新しい新人の人がバリスタを始める上で、うん、ちゃんとこうお豆とお湯と流度のバランス、うん、まあ、それにあとは抽出の時間とか、うん、でどうしたらいいクレマができるのかっていうことで、じゃあメッシュ調整を現場でできるようになるにはっていうような、うん、まあ、その基礎的なエスプレッソの知識がすごくもうダイレクトに出てくるので、うん、ちゃんと分かるとより美味しくなりますし、やっぱりこうちょっと足りてないとなんかいくらやってもみたいなところもあると思います。メソルズさんとしても、うん、はい、このこれはなんかお店とかでも今後使っていきたいなと思っています。来月の新店舗とかでも、うんうん、やっぱアルコのメニューが出せたらいいなと思って結構ワクワクしてますね、うんうん、これはもう今後はどういう計画で量産をされていって、はい、で販売日本そして海外、うん、海外、あ、教えてほしいなんか1月末まで、うん、今はクラウドファンディング、グリーンファンディングっていうクラウドファンディングサイトで、まあ、最初の予約販売というか、まあ、支援販売をしております、うん、でそこからまあ型の発注をして、でその何台作るかで型のなんかこう種類が変わってくるの で、うん、はいはい、で型の発注をするときに、まあ、卸の方とか結構やっぱり量産されるときに、まあ、最初に何台欲しいっていうなんかこう問い合わせも来てるので、まあ、その辺も足して発注して、で大体6月頃になると思います。まずクラウドファンディングの方たちに商品をお届けして、でそこからまあ卸の方たちにお渡しして、で大体こう一般販売が6月7月ぐらいになるかなっていう予定でやってます。
見たい方がいらっしゃったら、もうすぐなんか3代目のプロトタイプが来るらしいっていう噂が あるので、まあそのソルズコーヒーのどこかしらのお店だったりとか、うん、まあ来月からもまだイベントが結構予定があるので、うん、まあ、そこに来ていただいたりとか、まあ、引き続きこういろんな人たちに実機を見てもらえる機会ができたらいいなと思ってますし、まあ、もちろんこういうふうにイベントでお世話になった皆さんにはもう勝手に送って、あのこれからもアルコ楽しんでもらえたらなと思ってるので送ります、うんうんうん、楽しみですね。はい、喫茶コプロジェクトとしての、はい、焙煎機も含めての今後っていうのはどういうふうな、うんうんうん、展望はどういうふうに考えてらっしゃる。あ、そうですね、あのアルコに関してはやっぱり日本製のポーターフィルターって私会ったことなくて、あるんですかね、まだちょっとそこまで調べられてないんですけども、まあ、ポーターフィルターですとかタンピング、まあ、ディストリビューターとかも本当に関連器具も全然開発する余地ありますし、結構その一緒にイベントやっていく中で一緒にタンパー作りたいとかミルクピッチャー作りたいとか、そういうふうなお声掛けいただいてる方もいらっしゃいますので、まあ、その辺とか もちろ ん, なんかグラインダーが結構絶対必要じゃないですか、グラインダーいっちゃうみたいな話とかもありますね。まあ、まずタンパーだと思います、うんうん、まあ、あと焙煎機に関しては、まあ、コーヒー専門店ではなくてホテルとかレストランとかっていうところでもセミオートで家庭用の電力で使える、まあ、電気の1キロの焙煎機を開発しているので、今年の SCAJ で何かしら、まあ、あの完成版じゃなくてもなんか発表できたらいいなっていうふうには思っているんですけども、まあ、今アプリがなんか先にもうすぐできそうみたいな感じで、自分たちで手動で開けたりマニュアルで操作もできるけどもセミオートの焙煎もできるっていうのが、まあ、結構私たちはやりたいことなので、まあ、それをこう表現するために、あの洋蔵さんもご経験あると思うんですけども、アプリを今開発していて、なんかそっちが先になんかお披露目できるかなっていう気がしています。なるほどですね。アプリでは何ができるんですか。その本体で焙煎したその温度上昇とかをアプリに送って、でアプリでもちろん見たりとか編集したりもできますし、普通、まあ、今ある焙煎機のまあ、大きいものとかはもちろんできると思うんですけども、その本体でできたものが端末に関わらず、まあ、基本的に今 iOS で開発してるんですけども、本体で操作したものがアプリに動く、でアプリで事前に作ったプロファイルが本体にもちゃんと操作できるようになったらいいなと思ったりですとか、あとはその、まあ、井川とかを参考にして、まあ、その事前にとかその実際に焼いたプロファイルが、まあ、アップロードというか共有できるような会員サービスを作って、でこう他の人がどういうプロファイルで焙煎してるのかっていうのを、まあ、みんなで閲覧できたりすることで、まあ、自分のこうプロファイルとか焙煎に対して、あこういうことがこの焙煎機はできるんだとかっていうのを共有できるのも楽しいなと思ったり、あとはそれでこう木豆屋さんたちと結構今事前にお話ししていて、まあ、商社の方たちと、まあ、その小ロットで面白いロットがある人たちがその会員アプリの中で会員サービスとして豆の仕入れとかも小ロットでできたら面白いかなっていうふうに思ってます。すごいですね。どうですかね、広がりますね。でもちょっとチームがまだ弱小なので、チームが何人ですか。チーム今3人で、今でも4人目。去年ポートランドで、まあ、このなんか計画は本当にもう3年前ぐらいから、まあ、ずっとこう想定して動いて、まあ、どんどん具現化してきているんですけども、まあ、海外に対してどうアプローチするかっていうのはもう本当に洋蔵さんが先駆者なので、相談いつか相談ちゃんとしようって思ってる先輩って感じです。でもいつでもそう、なんかまだ具体的にね、なんかそこまで、じゃあこれをどうしたらいいですかっていう具体的な相談ができるまでまだ行ってないので、リアルになった時にちゃんと相談しようと思っています。本当になんか日本のやっぱりブランドとして、日本のそのコーヒー業界ってやっぱり海外にも発信していく上で、本当に もっともっとなんか、ね、ワンチームというかチームとしてなんかやっていく必要っていうのは絶対あるっていうふうに思ってて、本当にもうアルコというか喫茶コプロジェクトが始まったことで、まあ、自分たちがこう一コーヒーショップコーヒー屋ではなくて、日本のメーカーで日本のこうコーヒー屋さんたちがこうチームになって
海外に行くことの可能性をすごく感じられましたし、うん、コーヒー屋さんたちがあ意外と興味持ってくれてる、うん、嬉しい、うんうん、私たちはもっとこうみんなと一緒にやりたいよっていうのが伝えやすくなりましたし、うんうんうん、そういうこう素晴らしいコーヒーショップの人たちと一緒にやらせてもらうことで海外から見えてる、まあ、日本のコーヒーのこうなんていうんですか期待度が上がっていったらすごく嬉しいなと思ってます、うんうんうんね、日本のなんか一つのグループとしてコーヒーフェスとかなんか展示会とかなんか出れたらなんか面白いです、はい、ぜひなんかリーダーとしてよろしくお願いしますすごく嬉しいですいやもうすごく楽しみですねやっぱりもう去年もメルボルンとかポートランドとか行かせてもらって、うん日本のこう製品とか日本のコーヒーショップにすごくこう期待されているけど、うん、なかなかこう届いてないし持っていけるものが足りない、うん、なんかもっとその私たちがまあ始めますけど、うん、これからどんどん出てきてほしいですし、うん、一緒に行きたいなって実は思ってるけど、うん、まだまだ伝わっていない人たちがチームのメンバーが増えていくのがすごく楽しみですね、うんうんうん、本当によろしくお願いしますこちらこそですよろしくお願いします、はい、いや本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございました、はい皆さんこのアルコですけれどもおっしゃられたようにそのイベントであったりとか、うんうん、実際ストロスさんのお店であったりとかもちろん僕たちもこのプロトタイプであったりとかをあの今回イベントやらさせていただいたんですけれどもまた僕たちのお店とかでもなんかどっかのタイミングであのなんか展示とか実演とかまたできたらいいなと思っているので、うんうん、ぜひあの注目してチェックしていただければと思います、はい、皆さん本日は本当にどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました、はい、皆さんさよなら